休みになると僕は不思議なことにお日様が東の空に顔を出すと同時に目が覚める。そしてベッドでグズグズしてないですぐに起き出す。それを全然苦痛に感じない。ところで寝てるからつまずいちゃったじゃないか。いやこれは悪かった。ところでもう朝のようじゃな。ねえマフ、どうしてこんなところで寝てたんだ。いやそいつは俺にもわからねえ。お酒飲みすぎたんだろう。いや昨夜はだいぶ派手に飲んだ。昨夜だけじゃないんじゃないか。毎日酔っ払ってるくせに。いやこれ朝っぱながらきついこと言うやつに出会っちまった。いくら酔っ払ったって自分の家へ帰ればいいと思うけど。いや、あんなおんぼろ小屋に帰っても仕方ない。誰が待ってるわけでもなし。はい。冷てぇ。冷たくてうまい。そんなにうまい？もちろんよ。俺が毎日酒を飲むのもこの酔いざめの水の味がたまらねえからだよ。変な理屈だね。さて、久しぶりで酒の気がなくなった。今日は奥田さんの倉庫で働く約束だったんでちょうどよかった。働くのは今日だけ？多分な。毎日働くようにしたらいいのに。それは無理で。今日だってトムに足を蹴飛ばされなきゃあのまんまずっと寝てたんだ。いや助かった。それじゃあ明日から毎朝マフを起こしてやるよ。それはダメだよ。いや自慢じゃないが俺は酒を飲んだ後は自分の寝る場所を決めないことにしてるんでな。俺の寝てる場所を探すだけでも半日はかかるぞ。働く気がないんだね。いや酒をやめる気がないんだ。いやこれでもあのハックの親父よりはマシだぞ。ハックの親父などシラフの時だって絶対に働こうなんて気を起こさねえやつだった。あれはひどい人だったよ。ハックのことよくぶん殴っていたもの。近頃はあの親父さんがどっか行っちまったんでハックは幸せになったんじゃないかな。俺はどんなに酔っ払っても人を殴ったりしたことはない。ハックの親父さんは一口で言えば人手なしさ。いくら俺がだらしない酔っ払いでもあの男と比較されちゃかまわんよ。何言ってるんだよ。ハックの親父さんの話は自分で言い出したんじゃないか。うん、そうだったかな。眠いな。おばさんが外へ出ていいって言うまではダメ。お兄ちゃん、トム遊びに行くの？ああ、あんた夏休みになって一度くらい机に向かったことあるの？ありません。呆れた。
ベンは昨日からクインシーの親戚のところへ泊まりがけで出かけているんだ。へえ、ベンは何も言ってなかったな。急に行くことになったんですか？ええ、そうだよ。ふーん。ん？やあ、タム。あ、やあ、ジョー。お前、どっか行くのか？ああ、ウッドベリーのおじさんの農場へ行くんだ。泊まるのか？ああ、ちょっとすると3日ぐらい泊まってくる。3日？ああ、帰ってきたらロビンフットごっこやろうぜ。ああ。お前はどっか行かないのか？今のところはな。でも、必ずどっかへ連れてってもらうぞ。ジョー。はい、じゃあな、トム。ああ、じゃあな、トム。じゃあな、ジョー。そうだ、やあ、トム、上がれよ。はっ、もうロビンフットごっこは飽きたのか？みんな夢中でやってたじゃないか。うん、ベンもジョーも、それにジョニー・ミラのやつもいないんだ。みんな親戚や知り合いのとこ行ったんだ。それでここへ来たのかい？夏休みになってから一度もここへ来なかったもんな。ごめんよ、つい忙しくって。遊ぶのにな。うん、悪かったって言ってるだろ。なあ、ハック、釣りにでも行かないか。うん、行ってもいいけど。久しぶりでナマズの大物釣りたいよ。それじゃあ、針の岸辺まで行かなくちゃ。行こうぜ、あそこまで。だいぶ歩くぞ。歩こうよ。腹も減るぞ。なんか食べ物持って行こうぜ。そんだら、行こう。トムだったらその辺で遊んでるはずよ。それが今日は誰もいないんです。まあ、一体どこ行ったんでしょう。それじゃあまたその辺を探してみます。せっかく来てくれたのにごめんなさいね。さようなら。3時にお茶とクッキーか。とっても魅力あるんだけどな。何か約束があるわけ？多分3時まで帰ってこれないと思うんだ。どこへ行くの？ハリーの岸辺までナマズを釣りに行くんだ。一人？ハックと一緒に。だったら決めたわ。何を？私もナマズ釣りに行くの。君、ナマズ釣ったことあるの？ないわ。ナマズ釣りは難しいんだ。じゃあ教えて。3時にお茶の会があるんだろ。もちろん、私は出ないわ。ベッキーのやつ本当に困るな。ハックに何て言おうか。ベッキーも来るのか。困るな。うっす、釣りしたことない女の子なんて邪魔だな。ほっぽといて行っちゃおうぜ。そりゃまずいよ。船着き場で待ち合わせることになっちゃったんだ。だって、針の岸辺までは相当歩くぞ。うん。大丈夫、歩けるって聞かないんだ。しょうがねえな。帽子もよく似合う。こんにちは、ハック。やあ、ベッキー。だけどお前、あれじゃナマズ釣りはできないぞ。うん。やあ、ベッキー、待ったかい？うん、そうでもないわ。さあ、行きましょう。これ、ベッキーの荷物？そうよ。重いからよそうと思ったんだけど、ちょっと邪魔だったかしらね。中に何が入ってんの？
サンドイッチとクッキーと、それにリンゴでしょ？オレンジもね。それに冷たい紅茶と、あ、ソーセージとチーズも入れてきちゃったの。だから重くって。どれどれ？ほんと、大したことないじゃないか。こんなの軽い軽い。俺持ってやるよ。ありがとう、ハック。さあ、行こう行こう。ねえ、ベッキー。さっきと服を変えたね。ええ、さっきの服をシーザーが泥足で汚したから、この服と取り替えてきたのよ。よく似合うよ、ベッキー。ありがとう、ハック。あの、僕たち魚釣りに行くんだから、汚す可能性もあるよ。私ね、あなたたちの釣ってるのを見るだけにするわ。見るだけ？ええ、そう。あの魚を釣るとき、針にやっぱり餌をつけるんでしょ？それが普通だろ。私、あれが嫌いなのよ。あれって？ミミズよ。あ、そうか。いいじゃないか。俺たちの釣るの見てろよ。へへ。よー、トム、釣りか。やあ、マフ。荷物重そうだね。いえ、答えるよ。でも、たまに汗流すのも悪くない。あれ、酔っ払いのマフね。うん。真面目に働いてるのね。長続きはしそうもないけどね。マークの方がまだマシだな。俺は親父の働いてるのを一度も見たことがないもん。うん。ちょっとは。ベッキーは本当に魚釣りが見たくて来たのか？さあ、見せてやろうにもまだ一匹も釣れないんだからわからないよ。ねえ、早くどちらか釣ってくれない？もう1時間は経ったわよ。いくらなんでも退屈だわ。ナマズじゃなくてもいいから何か釣ってみてくれない？そういうわけにはいかないんだよ。針がナマズ用なんだから。でも魚たちはそんなこと知らないはずでしょ。大きさが違うから小さな魚が餌を食べても針にかからないんだ。それじゃナマズなんていないのと違う？ねえベッキー、少し黙っててくれないか。気が散ってしょうがないから。それじゃ黙っていれば釣れるっていうのね。そんなことわからないよ。あー、退屈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 。あ、ハック、釣れるわ、釣れるわ。うまいぞ。おー、すごい。うわー、うまいぞー。あー、あー、残念だったわね、ハック。うん。どうやらトムよりハックの方が釣りが上手なのね。ちょっとした偶然さ。そうか。ほら、よよよ、それそれと、ああ、あ、ねえベッキー。何？俺、さっきから気になってしょうがないんだよ。わかったわ。もうおしゃべりやめます。違うよ。あのバスケットの中身のことなんだ。バスケット？お腹が空いたもんで。ああ、これが食べたいの？うん。だって、クッキーだとかケーキだとかが入ってるって、
俺そのこと聞いた時から食べたくて食べたくて。なんだ、早く言えばよかったのに。さあどれでも召し上がれ。ああ、こいつはすげえや。トムもいかが。僕はお腹空いてない。私がわざわざ持ってきたんだから。ナマズを釣ってからいただくよ。あら、そう。それじゃ結局食べないっていうことね。ハック、クッキーも食べて。サンドイッチもたくさんあるわよ。ほら。うまいな、これ。おいしいわ。あ、これもおいしい。おい、トム。どこ行くんだよ。向こうで釣るよ。ここじゃうるさくて。場所のせいじゃないでしょ。腕のせいよね。さあ、うん、なんかおいしい。ついの、ねえハッキー、さっきあなた、俺は親父の働いてるところ一度も見たことないって言ったわね。ああ、ハックのお父さんどんな人なの。私前から聞こうと思ってたのよ、あなたがどうして一人で暮らしているのかを。トムに聞かなかったのかい。ハックのお母さんはとうに亡くなったし、お父さんは、ごめんなさい、だらしない酔っ払いだって、それでハックを捨ててどっか行っちゃったんだって。うん、その通りさ。俺が知ってる親父は大抵酔っ払ってた。そして、もう働きもせずにいつも大きなことばっかり言ってた。たまに白布の時があると額に青筋を立てて、わけもなく俺をぶん殴るのさ。ああ、ひどい。ああ、ひどい親父だった、あの男は。親父と一緒にいた時は地獄にいるようだった。うん、ところが今は天国さ。今の生活が？ああ、天国さ。村のお母さんたちはみんな子供が俺と遊ぶのを止めてるらしいが、大抵の子供たちは俺の友達さ。特にあのトムは俺のいい友達さ。まあ、俺の親友だな。トムが俺と付き合ってるから、他の連中も親に何と言われようとも俺と平気で付き合うようになったのさ。あいつのこと、手に負えないいたずら坊主だって言ってるけど、本当は優しいいいやつさ。な、そうだな。そうよ。おーい、ナマズはかかったのかな。おーい、おーい。お、ベッキー気をつけてくれよ。それで落ちたら。うおー、あ、うわベッキー、ハックを呼んでくれ。トム、一人じゃダメなの。こいつは大物だからな。私が手伝うわ。君じゃダメだよ。大丈夫よ。ダメだってば邪魔だよ。ほら、もう少し岸の方へ引っ張りなさいよ。もうちょっかり。ほら、こっちへ来る、来るってば。もっと引っ張って。力のあるやつだな、手が離せないよ。トム持ってて。え、しっかり持ってて。あー、ベッキー。ベッキー。ほら、トム、捕まえたわよ。思ったより小さいのね。あんなに暴れたからもっとすっごく大きいのかと思ったけど。はい。うわー、大きいよ。大きい大きい。そうね、大きいわね。Ha ha ha!
そうだったな。ベッキーが捕まえなかったら逃げられたかもしれないな。あの時必死だったからトム、いいのね、本当にそのナマズいただいちゃって。もちろんさ、フライにしたらとっても美味しいよ。悪いのね、せっかくトムが釣ったのに。君が助けてくれなかったら逃がしたよ、きっと。ナマズ見たらお母さん喜ぶわ、きっと。それより叱られるんじゃないかな、帽子と服。それに靴もだいぶ汚れちゃってるよ。そうね、怒られるわね。でもいいの、そんなこと。今日はナマズを捕まえたし、それにハックの話も聞けたし。ハックの話？そうよ。あんたにも後でお裾分けするけど、ナマズを捕まえたのよ。おいシーザー、服を汚したのは僕じゃないぞ。わあ、違うってば。ベッキー、ナマズ渡すよ。それじゃ僕帰る。ちょっと寄ってけないうちに。本当にするよ。それからシーザーに言っといてよ、君をそんなにしたのは僕じゃないって。大丈夫よ、シーザーは利口だからトムがやったなって思うもんですか。そうだといいんだけど。うわあ、じゃあさよなら、ベキ。お魚ありがとう、トム。さよなら、シーザー。さよなら、ベキ。うわあ、ほら、よく帰れ、シーザー。さよなら。さよなら、トム。さよなら。うわあ、よく、うわあ、ベキ。ちゃんとシーザーにしといてよ。大丈夫よ、ちゃんとしてよ。の家に大おばさんがやってきた。するとなぜかハックが大金持ちになる。この謎、君は解けるかい？ちょっと難しいかな。次回、トムソーヤの冒険第24話、ネクタイをしたハック、見てね。人が生まれる前から流れているんだね。空より広い